今日は2020年、10月16日ですね。この動画は1年後の2021年10月16日にスケジュール投稿される予定で撮影してます。昨日初めてその投稿したんですけども、1年後公開されるのが楽しみですね。アップロードしながら思ったのは、もしその1年間のうちに僕が、死んじゃった場合、何か不慮の事故とかで死んじゃった場合、なんかとても悲しい動画になっちゃうなと思いましたね。なので極力生きていこうと思いますね。まあ当たり前ですけど、今日も宮古島にいます。はい、こんな感じ。外は すごいいい天気。今朝はミーティングを1本終わらして、あと JBAG ジャパンバックログユーザーグループ、うち株式会社ヌーラボで出しているタスクマネジメントシステムのバックログのユーザーグループの、動画の編集してました。もうそろそろ公開されます。この、動画が公開されるときは、まあ、1年前に公開されましたってことになるとは思うんですけど、はい、今日はこれから、仕事を軽くして資料作りとかやって、その後インプロビゼーション、即興演劇を使ったワークショップですね、それを、宮古島市の中核人材みたいな人たちを相手に行う予定です。最近僕が注目しているのはインプロビゼーションを使った心理的安全性の理解とか、イエス&なんか、相手の意見を受け入れてさらにアイデアを追加して返すみたいな、そういう、コミュニケーションの手法とかに、興味がすごくあって、インプロを通じてそれを伝えています。お金払おう。橋はもっと、いやでも昨日はさ、だって要はあれやん、帰りもう暗かったけどこんなに綺麗じゃなかったやん、うん、まあ行きは見えたけど方向の問題で、
使命感みたいなの僕すごく嫌いで、嫌いってわけじゃないけど使命感ではね、ドリブルしないんだと思ってて、めっちゃ遠いねこれ、割に意味不明だな。 3.85 です。85か89かが今まだあるか。危ない、まだドア開けるとこだったら窓を開けるの間違えてほんとやめてよ。セミナーの方はとても反応が良くてインプロやったんですけど、ただちょっと動画を撮るのを忘れちゃってビデオが残ってないのが残念です。街にある食堂みたいなのが変わらっていますね。誰も同意しない。いやもう今うんぴよ。声にならない。声にならない。メニューまだあるから持ってっていいよ。YouTube スイッチ。YouTube 店なんだ。ちっちゃいね、かわいい。その相手によってサイズいろいろなんだけど、はいはい、琉球系はね、このウエストのとこキュッと細くてちっちゃいんですね、こんなに。そうそうそう、かわいい。そう、手が泣いちゃうから本当は白いよ、手だけど、こうなんだよな。ヒールは目指せなくて泡盛なんだけど、今ね、ちょっとモンドビールあるからオリオンじゃないけど、ヒールもある。で、泡盛はついてくるから。そんなのもずくが入ったやつね、すげえ高いの。シャワー浴びて、これからバーベキューです。あ、ゆうや、ゆうや。ウイカってすごいな。見えてるやつは結構、お疲れ様です。浅めで。それ以上に今日衝撃だったのが、これぐらいのベラを鼻にかけて。3泊4日、最後の1泊、無
日迎えることができました。はあ、明日は朝8時から釣りに行きます。船に乗って釣りに行く予定です。起きれたら。はい、もう一回ちょっと来たいですね。あの、なんていうんですか、家族、まあ妻を連れて行きたいですな。出張のたびにその一人で来ちゃってるんで、妻を連れてこないといけないなと思いながら、だからある程度いろいろ人生落ち着いたら妻と行く先がいっぱいあって、そのうちの一つがやっぱ宮古ですね。3週間くらい、短くても3週間くらいが痛いなっていうところです。はい、ちょっと結構飲んじゃったので今日はここで終わりです。